こんにちは、牧野内です。幻覚剤は役に立つのかという一冊なんですけれども、今実はですね、幻覚剤の不安障害とか依存症、うつ病などへの医学的な利用の可能性っていうのが非常に注目されているんですね。でこの現状っていうのは2018年に出ているんですけれども、その年のニューヨークタイムズが発表する今年の10冊に選ばれるぐらい注目されているものです。でこれ今年日本語訳っていうのが出たんですけれども、今の日本にぴったりのタイミングといいますか、実はですね、通称なんですけどアヤスカ裁判っていうのが今現在進行形で行われていて、ちょっとその辺の話も含めてですね、喋っていきたいところなんですけれども、ここでいう幻覚剤っていうのは何かっていうと LSD っていうものであったりだとか、サイロシビン、シロシビン、DMT といったものなんですけれども、僕らがですね、普通にこの幻覚を誘発するものとしてすぐ思いつくのはキノコなんじゃないかなと思うんですよね。僕だけかもしれないですけど、古くからですね、キノコっていうのはマヤ文明であればですね、キノコを祀っている、像みたいなものが作られていたりだとか、あとは古代のアステカ帝国ですよね。でそこではですね、キノコのことを神の体っていうふうに呼んでですね、シャーマンたちが使っていたりしたんですよね。あとは日本では今昔物語の中にトリップしてですね、キノコを食べて、ちょっとここにおかしくなっちゃってですね、踊る話っていうのを紹介されたりしています。このキノコについてはマジックマッシュルームっていう言葉をもしかしたら聞いたことがあるかもしれないです。これ、マジックマッシュルームっていうものは90年代までは、その辺で売ってたものなんですよね。渋谷のど真ん中で堂々と売られていたぐらいのものだったんですが、2000年代に入ってからですね、2001年だったと思いますけれど、とある芸能人がですね、バトトリップ事件っていうのを起こしまして、キノコを摂取してですね、ちょっとパニックになっちゃったんでしょうね。外に出て行ってしまってですね、で警察沙汰になるっていうことが非常に社会の問題視されるようになりました。で翌年規制されるっていうような流れになっているんですけど、それまで日本っていうのはキノコに関して言えば非常に進んだ国ではあったんですけれども、それ以降悪いイメージっていうのがついてしまってですね、今は後進国になっているんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこういった、かなりこう危険なものとして見られているキノコをはじめですね、幻覚作用を持つ植物っていうのが数年前にアメリカ FDA によってですね、うつ病の画期的治療薬に指定されることによって、今研究が非常に盛んになってきているってことなんです。この辺の流れっていうのは日本では非常にイメージが悪い麻薬みたいに思われている大麻が今世界中で医療目的で注目されているような流れとちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけど、その辺の界隈ではですね、もう次はキノコだと、キノコが世界を救うぐらいのことが言われていてですね、これテッド講演をしているポール・スタメッツ博士がね、非常に面白いことを喋ってるので、またそのちょっと URL を紹介しておくので、その講演も見てほしいんですけど、そういったところで喋ったりしているポール・スタメッツ博士などが中心に新しい動きっていうのが始まっているところなんですね。じゃあそんなタイミングで今この日本では何が起きているかっていうと、それが先ほども話したアヤワスカ裁判というものなんですね。まずアヤワスカっていうものが何かっていうことなんですけれども、これっていうのは南米のシャーマンたちが使っていた幻覚作用のある植物を、お茶として摂取する儀式みたいなものなんですね。でこの物質っていうのはジメチルトリプタミンっていう、DMT っていうものになるわけなんですけれども、この DMT っていうのは、世の中にこれ、自然界にたくさん存在しています。ですからそのアヤスカっていうのは DMT だけではなくてですね、 DMT を摂取しても人間っていうのはそれに対してこう分解する酵素っていうのを持っていますので、その分解する酵素を阻害するようなものと一緒にミックスすることによってアヤスカっていうものができます。そういう薬草茶って言ったらいいんでしょうかね。でそれを見ることによって幻覚ビジョンを見ることができるわけなんですよね。でこういう話をするときに、ちょっと僕は自分の翻訳してる本で思い出すのはですね、ソウル・オブ・マネーのところにですね、この本の中に222ページなんですけれども、アヤスカのセッション
みたいな話が出てきます。まあ、これ実際に詳細は書かれていないので、それかどうかわからないんですけれども、シャーマンに導かれた内なる旅っていうところがあってですね。で、この中で、夢見の儀式というような表現で書かれているんですけど、おそらくまあ何らかのこの幻覚剤を取るようなセッションなのではないかなって思われる描写が、まあ、僕翻訳しててそういうふうに思っただけなんで、もしかしたら違うかもしれないですけど、そこにはですね、その儀式には私にとって初めての体験でした。シャーマンによって夢見の状態に導かれるにつれて、私は驚くようなビジョンを見ました。で、この著者のリンさんはですね、そのビジョンをいろいろ見るわけなんですけど、いろんな顔が出てきて、でそこにペインティングされてるんですよね。フェイスペインティングされていて、幾何学模様みたいなものを見たりするっていうようなことがあるんですよね。でその後にこの、お金を知らないアチュアル族に対してお金についてティーチングするっていうようなことを、そういう活動も始めるっていうような流れになっていて、非常にまあ自分自身にとってこれから先の未来のビジョンを受け取るとても大切なエピソードとして書かれていたりします。でこういうふうに実際ですね、アマゾンなんかに行ってですね、アヤスカをするようなセッション、そういうツアーみたいなものも組まれているみたいなんですね。じゃあこのアヤスカ裁判、今行われているアヤスカ裁判って何かっていうことなんですけれども、これっていうのはアヤスカに関する情報を発信していた方がいて、でその方がですね、ハーブティーみたいな形でですね、そのアヤスカを販売していたんですね。でこれ名前はペンネームみたいなんで言っても構わないと思うんですけど、青井さんという方なんですけれども、その青井さんがですね、麻薬取締法違反で逮捕起訴されて、今裁判が行われているということなんです。じゃあこれがどうなのかっていうところがですね、議論されているんですよね。なんか何も知らない人からしたらですね、いやそんな危険な麻薬を売ってたんだから逮捕されて当然だろうって思うかもしれないんですけど、これ法律的には微妙なところがありまして、というのも DMT っていう物質自体はですね、麻薬として指定されているので、これは当然扱うにはいろんな許可がいるわけなんですね。ですけれども、この DMT を含んでいるその植物、お茶の原料になっているものっていうのは植物なんですよね。でその植物っていうのは、アカシアなんですけど、アカシアっていうものはですね、麻薬原料としての指定はないんですよね。まあ、先ほど話したマジックマッシュルームで言えば、そのキノコ自体はですね、麻薬原料として今は指定されていますので、これを売ったりしたら当然こうに問題があるわけなんですけれども、そうじゃなくて普通にその辺に生えているというか、その辺でまあ観葉植物みたいな感じになっているようなものをですね、販売しただけでこれが犯罪になってしまうのかどうかっていうところが、ちょっと議論を呼んでいるところではあるんですよね。果たして販売したのは植物なのか、それとも麻薬か、その判断がどうなるのかっていうところがポイントの一つです。で、あともう一つはですね、DMT のすごく面白い点っていうのがありまして、DMT っていうのは実は僕たちの脳内でも作られているものなんですね。消化体から出されているものなんです。脳の中だったりだとか、あとは脳脊髄液の中にも存在していますし、自然界で、まあ、僕らが普通に口にするようなもの、みかんとかレモンとか、そういうものとかに、いろんな植物にですね、存在する物質なんですね。ですから、この DMT を含むもの、DMT の材料になるものっていうふうになった時に、僕らの人体からですね、観葉植物までかなり広く存在してしまってるんですね。まあおそらく今回の裁判の結果によってはですね、こういった物質っていうのはいろいろこうに規制される対象になってくるんじゃないかなというふうに僕は考えているんですけども、だけどじゃあどこまで規制するのかっていうのがちょっとこうにどうなってくるんだろうって、まあ結構たくさんあるんですよ、いろんなものの中に DMT っていうもの自体は。で濃度が高い、もちろんここに低いもの高いものっていうのはあるわけなんですけど、いろいろまあその辺にあるものなんですよね。じゃあそれをどういうふうに規制していくのかっていうのがちょっとこう注目のポイントでもあるわけなんですよね。ですから、まあ、今回の裁判によってですね、おそらくそのちょっと有罪にするのはすごく難しいところなんじゃないかなというふうに思ってるんですが、ただ、まあ、なんかこうにキノコと同じような規制、法改正の流れっていうのはどうしても出てきてしまうのかなというふうに、それが濃厚なんじゃないかなっていうふうに僕自身は
予想しているわけなんですけど、ただ日本以外では割とこのアヤワスカっていうのは合法化の流れっていうのがありまして、というのもですね、これ宗教で使われるものなんですね。宗教的な儀式で使われるものなんです。でそうなってくると自己決定権といいますか、自分のその選択権っていうものがあるわけなんですね。じゃあアメリカではどうなってるかっていうことなんですけど、連邦裁判所の方でですね、これっていうのは判決が出ています。もう解釈が出ていてですね、これは何かっていうと、宗教上のサクラメントとして幻覚剤を使うっていうのは、まあ、この国として禁止はできないというふうに言ってるんですね。そういう判決が出ていて、まあ、サクラメントっていうのは媒体ですね。だから宗教の、まあ、儀式として、そのサクラメント媒体として幻覚剤を使うっていうことを禁止するってことはできないよって言ってるんです。ということもあってですね、まあキリスト教系の信仰宗教といいますか、ブラジルからやってきた、そういう宗教あるんですけど、そういったところでは、まあ、今も割とこう人気があってですね、その儀式の中でアヤワスカっていうのは使われているみたいなんですね。じゃあ医療の分野ではどうかっていうとですね、カリフォルニア大学でがん患者に対してシロシビンを与えて、その不安とかね、そういったものを和らげる実験っていうのが行われていて、これが非常にすごい効果があるっていうことでですね、その FDA から研究の対象にうつ病も入れてみないかっていうふうに言われるぐらいですね、この本の中でも紹介されているんですけど、研究者のロスさんが非常にもうシュールだったっていうふうに言ってるんですね。まあちょっとビクビク許可されるかどうかもビクビクしながらですね、相談しに行ったところですね、いやそれはもうすごく野心を持ってやった方がいい、もっとやってもうどんどんやってみたいな感じでですね、 FDA の方からですね、いやうつ病もね、もしかしたら効くかもしれないからやってみたらいいよみたいなことを言われてみた、それぐらいのものだったみたいなんですね。で同じぐらいのタイミングで2016年ですね、ヨーロッパでも、まあ、同じようなことが起きててですね、余命宣告を受けた患者に向けて幻覚剤を使用する許可の申請っていうのがあってですね、実際やってみて効果があるっていうことで、やっぱりその研究の範囲を広げてですね、うつ病の方に対しての患者に対しての実験っていうのも行われています。でこれっていうのは人数自体は少ないんですけれども、今までの治療法が効果なかった人に対して幻覚剤を使ったところですね、全員に改善が見られて、半分以上は3ヶ月後も改善が持続したっていう結果が出ているんですね。でこの中でも紹介されているんですけど、その被験者のコメントっていうのはすごく面白くてですね、脳をデフラグしたみたいだっていう表現してるんですね。脳のもうハードディスクが最適化されたような感覚だっていうふうに表現していたりしています。じゃあそういったことがなぜ、効果として起きてくるのかっていうことなんですけど、脳内にはですね、まあ、セロトニンっていう物質があるわけなんですけれども、実は、この DMT とかシロシビンとか、あと LSD っていった、まあ、物質、その化学式見てみるとすぐわかるんですけど、このセロトニンに似てるんですね。ですからそのセロトニンの受容体に親和性が高いことによってくっつきやすいんです。くっつきやすいので、くっつくことによってさまざまな作用をもたらすことになるっていうことが分かっています。まあ、どんなことが起きるかっていうことなんですけれども、僕らの自我っていうものがありますよね。自分が自分だっていうふうに考えているこの自我っていうものがあって、それっていうのはデフォルトモードネットワークっていう、まあ、ネットワークがあるんですね。全体を調和させてるその脳の指揮者みたいな、そういうネットワークがあって、それっていうのは、まあ、当然必要なものなんですけれども、実はこの部分がですね、デフォルトモードネットワークがあれこれ悩むっていう仕事も持っているわけなんですよね。じゃあ幻覚剤はどういうふうになるかっていうと、それを取るとですね、自我を溶かすんです。自分と世界との境界線が溶けてなくなるわけなんですね。どういうことかというと、その自我ネットワークが非活性化するんですね。自我が沈黙するんです。そのデフォルトモードネットワークのいろいろあれこれ悩んじゃうところをですね、黙らせるわけなんですね。じゃあそうなるとどうなるかっていうと、自分と世界との境界線が消えてですね、まあいわゆる原初体験みたいな感じですかね、本当にピュアな自我を作っていない頃、まあ、子供の本当小さな頃の感覚に脳がなってしまうわけなんですね。でそうなってしまうとですね、ネットワークが、脳内のネットワークが
どん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 新しい結びつきをつなげていくような形になるわけなんですよね。まあ、その中で DMT の性質としてすごく面白いなと思っている部分はですね、もともと DMT っていうのは人間が生成できるものなんですね。これ夢を見る時であったりだとか、あとは特殊な呼吸法で作り出せるものなんです。ですから、まあ、いわゆる神秘体験と呼ばれるような何らかのこの衝撃的な体験ビジョンを見たりっていうことっていうのは、この DMT が関係しているのではないかっていうことが言われていたりします。実際幻覚剤を取っている時の脳の状態を調べてみると、これ瞑想の状態と同じになってるんですね。自我ネットワークっていうのは、まあ、この本の中ではタイムトラベル能力っていうふうに書かれていますけど、タイムトラベル能力を発揮してですね、過去を思い出しながら未来に目標を立てるってことをやってるわけなんですね。過去を反省して、そして未来の計画を立てるっていうのがこの自我の働きなんですよね。もちろんこれは必要なものだし素晴らしいものなんですけれども、この能力がどうしてもこの過剰になってしまうとですね、未来を見ては不安になりますし、過去を見てはなんかこう憂鬱になってしまうっていうことが起きてしまうわけなんです。そしてこのうつであったりだとか多くの依存症の根本的な原因っていうのは、そのタイムトラベル能力の制御不能にあるんではないかっていうふうに言われているんですね。そんな時大切になってくるのは、今この瞬間、今ここに意識を戻すっていうことなんです。これはどういうことかっていうと、別の言葉で自我のネットワークが非活性化することなんですね。デフォルトモードネットワークがもうここに黙るっていうことなんです。静かになるっていうことなんです。でそうなると僕らの意識っていうのは自由になるっていうことなんですね。その自由を体験してもらうために、僕自身ですね、いろんな呼吸法であったりだとかイメージっていうのを本に書いていったりするわけなんですよね。ですから僕は自分自身で作り出すっていうような感覚があるので、サイケデリックスからはかなり距離を置いている立場をとっています。ただ、まあ、最近になってなんですけれども、自己啓発系でもそうですし、スピ系でもそうなんですけれども、直接的にアヤワスカっていうキーワードを出してですね、名前を出して、それを受けることによって、なんか神秘体験が起きて、本当素晴らしい世界に行ける、目覚めることができる、覚醒するみたいなことが言われていたりだとか、実際書かれて、もう本に書かれていたりすることが起きています。で、僕自身は、それって非常に危険なことだなというふうに思ってます。でそれを見た人が安易にですね、アマゾンツアーみたいなのがあるみたいなんですね、流行ってるみたいなんです。で実際そこに行ってみるっていうことが、まあ、現地に行ってみるとですね、そういうもののバブルが起きてるみたいでして、でやっぱりそういう状態になってくるとたくさんトラブルが起きますよね。まあいいシャーマンばっかりじゃないので、まあ非常に危険な情報でもあるのかなというふうに思ってるんですよね。じゃあそんな中で現代のシャーマンである僕たちができることは何かなって考えた時に、これは日本語でアクセスできる情報をどん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 発信していくこと、知識、情報を増やすことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですから僕自身ですね、葵さんがやってることっていうのは全てに賛同はできないわけなんですけれども、この情報をどん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 集めて発信するっていう姿勢を見せたっていうことに関しては、僕自身もなんかこうに感じるところっていうか、まあいろいろ喋りたいところっていうか、考えさせられるところっていうのがありました。 ですので今後もこうに注目している部分があります。まあこういった幻覚剤、幻覚を引き起こす植物っていうものは何千年も前から伝統として伝えられてきた薬草なんですよね。今後治療法として選択肢になり得るのかどうか、そして、まあ、今裁判が起きているので、今後、まあ、そういう規制も含めてですね、どういうふうに展開していくのかっていうのを僕自身見守りたいなと思っています。